ある町裏にて。ここは失敗と勝利と堕落とボロと、貧乏と人殺しと、貧乏と詐欺と、すすと誇りと、気かすと歓喜と、押し合いへし合い突き倒し、人々の食べ物を引きたくり、気違いと天官闇のような小敷と、恥知らずのガキ道の都市だ。優しい魂を持った者は脅かされたり、ほどかされたりして、しまいにずうずうしい盗人になるのだ。肺病闇や伝染病者や、生涯どうにもならない者らまで、這い回って、富士のようにそのばい菌を振り散らして歩くことにより、自分の瀕死的な境遇の仇を討つところだ。女は無垢を破られたり、金に売られたり、畜生や畜生同性や師匠の妻をたぶらかす指定や、ここに正義も人道もない、下劣な利己主義者の群れがあるばかりだ。またすべての芸術志望者らの虐げられた生活は、極貧と戦ってただ一本のマッチのように痩せ細って、ガキ道のように吠え立っているところだ。空気はいつもしけ込んで、廃盤でいるのであった。人間の心を温かにするものはなく、また不幸な魂を救うべきこともなされていない。みんなはありのままに、ありのままな野良犬のように生きてゆく。この道をも、私は通る。これはどうしたのだ。この闇の中にうじうじと動いて、銀貨一枚で裸体にもなる女ら。君はこのような混濁の巷で、聖母マリアのような美しい顔をどうするつもりだ。すり減らした活字のような死体は、釘のように曲がった唇は、その毒々しい人を食ったような調子は、永久世の中へ出て行かれなくなるまで、稼いでも稼いでも貧乏している君たち、手も足もすり減らしてしまうまで、魂をめちゃくちゃに痛めるまで、渋髪のようにくしゃくしゃになった肉体、君たちを背景にしているこの人類の生きようはどうだ。いろいろの若い熱い魂が君らのそばにいることを望んでいることはどうだ。ああ、この道を通るにも自分は涙を感じる。一歩外へ出れば恐ろしい都会の大街道。家にいれば節々の痛むような稼ぎよう。今こそ私もこの道を通る。お前たちの贈る毒の花をも、自分は優しく接吻してあげる。私が神様を離れてどうして生きていられましょう。早口に力を入れて彼女はささやいた。急に輝きを帯びた目をちらっと彼に投げて、そしてラスコーリニコフの手を固く締めつけた。ドストイエフスキー。